はいどうも、ルールカーです。セブナイツ実況をやっていきたいと思います。まずね、動画2日間開けてしまって申し訳ない。はい。なんかね、なんかなんだろうね。なんだろうね。もうマリーゴールド抜けて、よし、次行くぞっていうところで、バタッと倒れましたね。一昨日の朝9時に上げた動画っていうのは前日に用意してたやつなんで、その当日に上げたやつじゃないんですよ。なので、丸2日間ほんとね、ずっと寝てました。はい。まあ、持病の、ね、関係もあると思うんだよね。まあ、普通の健康体の人と比べると、まあ、風だったりとかね、まあそういうのを引きやすい体だと思うんで、まあ、自分もね、それをなんでだろうと思わずに、ちょっとゆっくり立ち向かっていきたいなと思っております。ただね、まあ、動画バッて開いちゃったりとかね、ツイッターとかの返信がなくなったりとか、まあ、すると急にするとみんなびっくりしちゃうと思うからね、まあ、できるだけね、そこら辺、まあ、動画が止まったとしてもね、ツイッターの返信とかできるように、まあ、していけたらなと思っております。で、まずここは一つね。で、もう一個なんですけど、9月25日の、日曜日、で、夜9時半に、レッドジョンチャンネルさんですね。レッドジョンチャンネルさんの方で、ある企画が行われます。で、星さんモンスターを使って、まあ、バトルするという。今までちょっと、なんだろう、やったことないんでね。まあ、ちょっと楽しみなんですけどね。まあ、詳しく説明すると、ちょっと待ってね。よいしょ。今、多分、ドンと、出してると思うんですけど、俺はちょっと同時には見れないので。まずはキャラクターは星さん限定。で、人間は後衛に配置。で、防御陣形固定。動物は持続スキル持ち NG。持続スキル持ち NG。装備は星3武器防具のみか。プラスは5まで OK。対戦は3本勝負。日本選手。罰ゲームはレッドジョンの勝敗により異なる。となってますね。で、参加条件っていうのはまあいろいろあるんですけども、まあこれは、まあもう締め切られてると思いますんで、また次回あったら、興味ある人はね、参加していただければと思います。私これに出ます。で、まあ、俺ね、ジョンさんに負けたら、ちょっと罰ゲームやろうと思います。はい。罰ゲームです。罰ゲームやろうと思いますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。何をやるかっていうのは、今ここでは言いません。はい。はい。まあ、お楽しみにというところですね。はい。じゃあ、今日はアリーナやっていきます。で、こう、2日寝込んでたせいで何にもできてないんだよね。本当はここに孫悟空が入ってるはずだったんだけど、それがね、できてないんだよ。死にたくなければ鼻からマジで来い。孫悟空がね、まだ、限界突破してないのが3体いて、聖水がまだ11個しかないと。だから5個足んないんだよね。ん？違うな。5個そこじゃねえな。7個足んないね。まあ、7個足んないんだったら、まあ、7個ぐらいだったらね、ブリーチのやつ買えばいいんで、すぐできるんだけど、レベルがね、上がらないと、それができないからね。これ1体はもういってんのか。30。じゃ、これは進化させちゃおう。よくわかんなくなっちゃうから。で、限界突破。俺様がいれば心配なーい。あれ、どこ？あ、いなくね？死にたくなければ鼻からマジで来い。
あれ？なんでだ？あ、レベル1だ。レベル1だった。星6孫悟空もレベル1だった。保管期限はチェックしてくださいね。ちょっとここら辺のやつ受け取るしかないな。これでレベル X まで上げられるかな。全然上がらんな。まあ、OK です。あれ？この挑戦はいらないよな。で、超運は必要。まあ、孫悟空ね、育ったら、一応武器はね、手に入れたんで、まあ、それも使いたいなと。思ってます。で、あとはまあブリーチコラボだよね。引くか引かないか。殲滅。まあ前回あの生放送で20年引いてグリム城以外出たんでね。よいしょ、ここだ。20連でイチゴと、あ、出てるじゃん。グリム城ウルキオラか、出てなかったな。で、出てるんでね、まあいい感じかなとは思ってるんでね。まあ引きたいなとは思ってますね。はい。じゃあすいません。やっていきまーす。名誉最大になります。クラードベリーちゃん、再始動ある。再始動ある。まさに再始動ですよ。本当に。ただまあ、すごいこう、まあ考えてんのが、まあね、リーダーだよね。東四郎とか入れるようになったら、リーダーどうしたらいいかっていうところなんだよね。オッケー、ナイス。肉壁としての役割を果たしてくれたね。で、まだ疾風破砕もザンクローも残ってるんでね。あ、いいね。これザンクローでとどめさせんじゃん。実力を思い知る。なかなかいい流れでしたね。一気に肩をつけてやる。まあもうちょっと土曜日なんでね、なんとも言えないですね。今6000位だし、まあ大体毎回500位以内には入ってるんで、あの頑張れば200位以内毎回入ってるんでね。ユージー、もうこれでユージがね、いなくなったことによって光栄のスキルがね、発動しやすくなると。よし、気絶させた。いやー、これもね、刻み屋さんの動画、刻み屋さんが動画始めたのみんなご存知ですか？刻み屋 TV っていうかっこいい感じのタイトルなんですけど、なんだろう、ユージのスキルには興味がないって言ってました。最初のパッシブ
全体を守ってもらうのと防御力が上がるっていうパッシブで、初発初手で走破滅風陣が来た時に耐えられるようにユージは入ればいいんだ。でそれがなかった場合はもう死んでもらって構わないと、スキルを打たないで死んでもらいたいみたいな話をしてましたね。ユージのスキル自体にはあんま期待してなくて、後衛のスキルとかが早く発動してもらうように、早く倒れてもらいたいって言ってて、あ、そういう考え方もあんだなーっていうのはすごい思いましたね。全然通らないダメージが。これだけでもやっぱり全然違いますからね。オッケー。ちょっと早めに退場させられてよかったわ。ついでにエヴァも倒してくれて。ユージのおかげで、怒りの一撃は食らわなかったと。今割とバランス、自分の中でね、割とバランスいいパーティーにはなったと思うんですよね、これが。バフ剥がし2体で、そのバフ剥がしが、割と長い間こう、いてくれるっていう。これでジャックを飛んだら涙出ちゃうな。レベル38だもんね、手を。すごいね。だけど、ちょっと俺の流れが良かったね。まあ、前衛2人が、気絶させられちゃったから、出る確率上がっただけなんだけどね。まあもう相手のテオがいなくなれば、こっちのテオはね、もうしょうがないですよ。あとはこっちはね、リョフがいてくれれば。すげえな、リョフ以外これでもちょっと恐ろしいな。まだ先行連撃来てないから何とも言えないけど、あ、よかった、パイロンだ。これなぜかね、パイロンに飛ぶんだよ。ちょっとよくわかんないんだけど、最高攻撃値は両方のはずなのに、なぜかね、これ位置をね、逆転させたんですよ、パイロンのところと。そしたらね、パイロンに飛んでくようになったんですよ。何なんだろうね、これ。いまいちよくわかんないんですけど。まあ、実際見といてください。リョフ、2236。パイロン。開いた。2145なんすよ。何なんだろうね、これね。クラウドベリーちゃん、最終だ。
さあ、このまま5連勝させてくれるか。3ヶ月前だとここら辺が精一杯だったんだけどな、6000以内。ほんと俺も強くなったよ。お、これは彫刻家になりたい俺のパイロンだね。彫刻家パイロン。あー、即死かかってるやん。煩悩来たらやばいぞ。ちょっとスキルの流れ最悪なんだけど。でもこれで勝てる、これでも勝てるのが強いパーティーってことだからね。頑張んないと。うわぁ。やっぱり孔明とユージっていう組み合わせは硬いね。とりあえずユージも倒したね。孔明のスキル封じたい。オーケー。あー、よしオッケー。呂布も封じたわ。これはちょっと勝率上がったぞ。これで気絶させて、おし、まあ、パイロン死んじゃったわ。しょうがないか。ザンクローがここで復活するから、でザンクロー撃てば終わりですね。オーケー、よかったちょっとね、やばいところから、なんとか勝てましたね。オーケー。こんな感じ、まあ、なんていうかな、こう、スキル周り悪くても勝てるっていう、ね、自分のパーティー編成というのが見つけられるとちょっと気持ちいいよね。はい、というわけで、久しぶりなんでね、このぐらいで終了しておきます。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。